次に、大阪誠司君。大阪君。ええ、大阪誠司でございます。お世話になります。よろしくお願いします。まず冒頭に、答弁書の皆さんにお願いをさせていただきますが、答弁は簡潔に。あの結論をわかりやすく伝えていただきたいと思います。また、あの質問者の質問内容を繰り返すということは、あの避けていただきたいと思います。のでよろしくお願いいたします。それでは、まず確認ですけれども、あの。 万が一の原子力発電所の事故の際にです、ね、避難計画、それについてお伺いをするんですが、事故の際に確実に機能するしっかりとした避難計画がない中で、原子力発電所の稼働が実態として進むことはないと、新設の原発や核燃料の増加はしないと、まあ、これ、何度か総理や経産大臣、に答弁してるんですけど、改めての確認です、この考えに変わりはないでしょうか資源エネルギー庁、久米電力ガス事業部長。 お答え申し上げますえ万が一に備え、避難計画は原発が稼働するしないにかかわらず、地域住民の安全安心の観点から策定することが重要でございます。えお尋ねありました、避難計画の策定はあにつきまして、原子力発電所の稼働の法定上の要件とはなっておりませんが、しっかりとした避難計画がない中では、建設中の原発への核燃料の増加や再稼働が実態として進むことはないと考えてございます。大阪君 えここでいうです、ね、まあ、しっかりとした避難計画、私はまあ確実に機能するしっかりとし,した避難計画というふうに言っているわけですが、これは地域原子力防災協議会において確認され、えー、原子力防災会議において了承された計画との理解でよいでしょうか内閣府、森下大臣官房審議官お答え申し上げます。あの えと議員おっしゃるとおり、あの地域防災あの協議会で確認されましたあの防災趣旨に照らして、えー、具体的で合理的な計画でございます了承されたものでございます、はい、現職防災会議で了承されたものでございます。大阪君 それでは、えっと、この自治体が策定する避難計画ですけれども、災害対策基本法などの規定によって、えー、自治体が策定する責務を有しているとの理解でよいでしょうか。内閣、森下大臣官房審議官。お答えしますあの。地域防災計画、避難計画につきましては、あの現職災害対策特別措置法の,あの規定によって、あの読み替えて適用される。 災害対策基本法によって、えー、先ほど申し上げましたあの、現職災害対策指針、それからあの防災基本計画に基づき、自治体が作成することとなっております小坂君。自治体が策定するということになっている、すなわち、策定の責務を自治体が有しているというふうに理解いたしますけれども。 これらから考えると、その計画の内容についての責任というのは自治体にあるという理解でよろしいでしょうか内閣府、森下大臣官房審議官、はい、委員ご指摘のとおりあの、地域防災計画、避難計画の内容につきましては、その責任は自治体にあると認識しております。あの一方で、現職災害の特殊性に鑑みまして、国の専門的知見が必要とされると認識しておりますため、国としては自治体任せにせず、 自治体と連携して、その計画の具体化、充実化を支援しているところでございます大阪君。えっと、原子力防災会議で一旦了承された避難計画であっても、その後の事情の変更により、自治体の防災会議において、その計画が不十分だ、まあ、そういうことでですね、その計画を取り下げたいと。えー ま、そういう申し出があった場合ですね。地域原子力防災協議会の確認、あるいは原子力防災会議の了承。これは取り消されるということになるんでしょうか？内閣府森下大臣官房審議官。お答え申し上げます。あの、えー、避難計画自治体の避難計画を含みます。緊急事態につきましては、その。策定に 避難計画の内容にですね責任を持つ計画策定主体の自治体から、避難計画の内容に不備があるんだと、計画を取り下げてくれと主張しても、了承などを取り消さない、その理由は一体何なんですか、あの責任を持ってやってる自治体が、これは無理なだ、できないんだって言っているにもかかわらず、了承を取り消さない理由は何ですか。森下大臣官官房審議官お答えいたしますあの先ほどもあの 答弁いたしましたけれども、この計画は自治体と十分の協議の上で、地域原子力防災協議会において確認し、原子力防災会議で了承されたものでございまして、そのような内容のものが自治体から突如として取り下げなどを求められることはないものと考えております。自治体における避難計画を含む緊急事態をの継続的な改善見直しを支援していくことが、我々の立場でございます。大阪君 あのお手元に資料を配布いたしました、えっと、新聞記事です、ご覧いただきたいんですが、これは泊り地域の原子力避難計画に関する新聞記事なんですが、この泊り地域では、えー、UPZ、ここの住民の皆さんが避難するためには、バス延べ1800台が必要だという計画内容になっていると承知をしております。でそれを前提にして、泊り地域では避難計画が了承されているわけですが、これは、 北海道知事とバス協会が確認をして、まあ、こういう結論になっているわけですが、実際にバス会社に取材をしますとです、ね、半数のバス会社がそれはできない、困難だっていう回答をしているんですね、しかもこれ、1回回答しているだけではなくて、2018年にもやり、さらに2022年にもやりということで、まあ、間を置いて2回やってるんですが、2回ともバス会社はできないんだ、困難だと言っているわけです。こういうい事情が発生する こうなりますと、自治体ではこの計画に責任を持てないと、だからどうしてもこれ、撤回したいんだというふうに仮にですよ、言ったとしても、それでも原子力防災会議で一旦行われた了承を取り消さずに、えー、この場合でも稼働の要件を満たすという意味なんでしょうか資源部議長、久米電力・ガス事業部長。 答え申し上げます先ほど内閣府から答弁がございましたとおり、緊急事態応は定期的に改善、見直しを行ってきておりますことから、地域原子力防災協議会で確認された緊急事態応が、突如として原子力災害対策指針等に照らして、具体的かつ合理的でなくなることはないというふうに考えてございます。大阪君 突如として、そういう事態になることはないんだと、日常から避難計画の内容についていろいろとやり取りをしているんで、そんなことはないんだという話でありますけれども、でも、1800台のバス、揃えられませんよって、こういう話になって、これじゃあもう避難できませんねと、実際では無理ですねと、そういうことを言っても、これはん修正、撤回しないと。 こういう場合は、やっぱり原発は一旦停止すべきではないですか、これはいかがですか久米電力ガス事業部長。お答え申し上げます。現在、全国16エリアにおいて、地域原子力防災協議会で緊急事態の取りまとめを行っておりますけれども、 緊急事態を策定できないとを結論づけた地域はないというふうに承知をいたしております。いずれにしても、避難計画の策定に向けましては、自治体任せにすることなく、地域が抱えるさまざまな課題に対応した計画は策定できるよう、関係省庁を連携,連携して支援していきたいというふうに考えてございます。大阪委員それじゃあ改めて確認ですが一旦原子力 防災会議で了承された避難計画がある、その原発地域においては、その後の事情がどんなに変化しようとも、避難計画は、えー、撤回されることはないし、えー、原発が止まるということも、少なくとも避難計画が理由によって、えー、原発が止まるということはないと、そういう理解でよろしいですか久米電力ガス事業部長。 お答え申し上げます繰り返しになりますけれども、全国で地域原子力防災協議会、緊急対応の取りまとめを行っておりまして、緊急対応策定ができないという結論づけた地域はないということでございますので、地域が抱えるさまざまな課題に政府全体として対応していくということは当然でございますけれども、 原発の稼働に影響を与えるということはないと考えてございますの政府の姿勢がよく分かりました、一回了承されてさえしまえば、どんな事情があっても、少なくとも避難計画によって、それを理由として原発を止めたりすることはないんだという政府の姿勢でございますね。よくわかりましたそれじゃあ次に 日本の原発ですけれども、日本の原発も原発敷地外に影響の及ぶ過酷事故が発生しうるとの理解でよろしいでしょうか原子力規制庁大島原原子子力力規規制制部長お答え申し上げます原子力規制委員会といたしましては、敷地外に影響が及ぶ、いわゆる過酷事故は起こりうるという前提に立ちまして、新規制基準を策定しているところでございます大阪君。 ということは、日本のすべての原発は新規制基準が出来上がる前に立地をさせていますので、日本の発電用原発は原発敷地外への過酷な事故が発生しないことを前提にして立地をさせた、そういう理解でよろしいですか大島原子力規制部長。お答え申し上げます。 旧原子力安全保安院の審査におきましては、原子炉立地審査指針に基づき、当時考えられ,考えられていたレベルの過酷な事故が発生した場合を想定して行っておりました。 そのような事故が発生した場合でも、敷地外での被爆線量が目安となる数値を超えないこと、すなわち非居住区域および低人口地帯とすべき範囲が敷地内に収まっていることなどを確認し、原子炉の設置を許可したものであると承知をしております大阪君、すなわち今の答弁からすれば、えー、放射線の影響が敷地内に収まっていると。 まあそういう判断だということでよろしいですね、改めて確認です大島原子力規制部長。お答え申し上げます、あの設置許可をした当時のえ判断といたしましては、そのような審査基準でえ許可をしているということでございます大阪君。えっと今のやり取りで明確なのは、えー、新規制基準ができる前は、えー、原発事故が発生しても、その放射線の影響は敷地内に収まるんだと。 すなわち、敷地外に、影響の及ぶ過酷な事故は発生しないんだということを前提に立地をさせたというふうに理解できるというふうに思います。そこで、えー、なんですが。そういう点からするとですね、今の日本の原発っていうのは。 避難計画がしっかりしたものができるかできないか、その可能性をきちんと探った上で立地させたものではないわけですね。しかし、そ,それにもかかわらず、避難計画を今の法律が自治体に義務づけています、策定を義務づけているわけですから、実現不可能なことを強いている、法律の規定としてはこれ、不適切ではないかと思うんですが、いかがですか内閣府、森下大臣官房審議官。 お答え申し上げます原子力規制委員会が策定しております、原子力災害対策指針は、あの先ほど答弁ありましたように、あの過酷事故の発生を想定して策定しておりまして、あの委員がおっしゃいます地域防災計画、避難計画は、この災害対策指針に基づいて自治体が策定しております。で内閣府といたしましては、あの原発があり、核燃料があの存在してリスクがある限り、あり、避難計画をあが必要と考えておりまして。 地域ごとにさまざまな課題ありますけれども、それを一つ一つ、自治体と連携して潰していって、自治体が避難計画を策定するように支援をしていくと、そういう立場でございます小坂君あの。その政府の姿勢はわかりますけれども、そもそも避難計画がきちんとできるかどうかはもう確認しないで、日本の原発はすべて立地させていますので、そういう状況の中で。 というのは設置させたものですから、そのことによってできないことを義務づけられる、これは不適切ではないかという質問なんですけれども、改めていかがですか内閣府、森下大臣官房審議官。お答えいたしますあの、繰り返しとなりますけれどもあの、原発が存在し、核燃料が存在して、リスクがある限りは、避難計画は必要だと考えておりまして、あの 課題を一つ一つ潰して、自治体が避難計画を作れるように支援をしていく、それがわれわれの立場でございます、そして現在、全国16のエリアで、地域原子力防災協議会を設置し、避難計画の取りまとめを行っておりますけれども、これまでのところ、そのような取り組みをした結果、緊急事態をが策定できないと結論が出た地域はございません。大阪君 あの原発が存在している限り、地域の移行の有無にかかわらず、避難計画が必要だという考え方は一定程度、私も理解できます。原発が存在している限り、稼働している、稼働していないにかかわらず、そこに使用済み核燃料があったりです、ね、いろんな放射性物質があるわけですから、だからそれは避難計画が必要なんだという政府の立場は、一定程度は私は理解します。しかしか日本の原発は 例えば今回、UPZ の中にある自治体すべてが納得して建設をしたわけではありませんので、そういう中において、法律上、避難計画の策定を義務づけるのは私は不適切だというふうに思っております。そこでなんですが、じゃあ、原子力発電所があるからどうしても避難計画作らなきゃならないんだという、そういう政府の観点に立つとすればですね。 日本の原発っていうのは、敷地外に影響の及ぶ重大な過酷事故を想定せずに立地させたため、自治体が確実に機能するしっかりとした避難計画の策定を無理と判断した場合は、当該原発は廃炉にするっていうのが妥当なんじゃないですか、危険なものがあるから、避難計画は作らざるを得ないと、でも避難計画はできないんだと、一番地域の実情に精通した自治体が、これだ避難計画無理ですよって言ったら、危険を除去する。 原発を廃炉にするっていうのが妥当な判断なんじゃないですかいかがですか。久米電力ガス,ガス事業部長、お答え申し上げます。先ほど内閣府から答弁がございました通り、原発が存在している限り避難計画の策定というものは必要だと。 ということで、避難計画の策定に向けて、自治体任せにすることなく、地域が抱えるさまざまな課題に対応した計画が策定できるよう、関係省庁、連携して支援をしてきているところでございますし、これからも支援をしてまいるということでございます。全国16エリアにつきまして、現在、地域原子力防災協議会で緊急事態を取りまとめを行っておりますけれども、緊急事態を策定できないと結論付けた地域はないというふうにお承知してございます。 大阪君原発が存在していれば危険だから、避難計画の策定が必要だ、しかし、自治体が避難計画の策定ができないと判断しても、国が支援して、何とかして、有効に機能する、しっかりとした避難計画を作る、維持するようにしたい、まあ、それが政府の立場だというふうに理解をしますが、答弁からはです、ね、私はそれに賛成しているわけではありませんけれども、だったら危険を除去する。 そうすれば、避難計画を無理強いする必要もありませんし、住民の皆さんを危険な状況に置くことにもならないじゃないですか、国民の命と暮らしを守るために、そういう判断をするというのが妥当なことなんじゃないですか、重ねていかがですか資源エネルギー庁、久米電力・ガス事業部長お答え申し上げます。 繰り返しになりますが、あの現在、全国16エリアにおきまして、地域原子力防災協議会で緊急事態を取りまとめを行ってきておりまして、緊急事態を策定できないと結論づけた地域はないというふうに承知しておりまして、地域が抱えるさまざまな課題に対応した計画が策定できるように、引き続き関係省庁と連携して支援してまいりたいというふうに考えてございます。大阪君 あの政府の姿勢を確認させていただきましたが、以前もこの委員会で私、話をしたことがあるんですが、アメリカのニューヨーク州、ショアハムというところに1985年に原発ができました、ところが地域の住民の皆さんから、これでは避難できないんじゃないか、まあ、訴訟も起きてです、ね、結果的に1989年にただの一度も使わずに廃炉になってるんですね。こういうういい姿勢が本当のの意味で国民の命を守るっていう 政府の役割なんじゃないかと思いますけれども、まあ、日本の政府はそうではないということをです、ね、改めて確認をさせていただきました。そこでなんですが、新設原発の場合、新しく作る原発の場合ですね、自治体がしっかりした避難計画が策定できないと判断した場合、まあ、再確認となりますが、新設原発に燃料が入れられないし、稼働できないという理解で、改めて良いですね。 久米電力ガス事業部長お答え申し上げますしっかりとした避難計画の策定ということなしに原子力発電所に燃料が増加され稼働していくことはないというふうに認識してございます大阪君 新設原発の場合は、原子力防災会議で、避難計画の了承がまだされていないわけでありますので、了承される前にです、ね、例えば自治体の防災会議、まあ、あのお手元に資料を出しましたけれども、避難計画というのは3段階で策定されるわけですが、最も地域にあの密接な事情を知っている自治体の防災会議において、 この地域ではこれ、避難計画の策定、無理だと、新設原発の場合ですよ、そういうふうに判断した場合、私はこれは原発を稼働させるべきではないというのは、稼働はさせないというふうに言いましたけれども、廃炉にすべきなんじゃないですか、自治体がだって避難計画つけられないって言ってるんですから、それはいかがですか久米電力・ガス事業部長。お答え申し上げます。 避難計画の策定は、原子力発電所の稼働の法定上の要件とはなっておりませんが、しっかりと避難計画がない中では、建設中の原発への核燃料の増加や再稼働が実態として進むことはないというふうに考えてございます大阪君あの、核燃料の増加や稼働が実態として進むことはないとの答弁はあの理解しますけれども、そもそも自治体が避難計画作れないと。 こういうふうに言ってる場合、新設原発ですよ、これ、稼働前提にして、いつまでもそれじゃあ、廃炉にしないで、これは維持しておくという意味ですか、これ、社会の無駄なんじゃないですか、いかがですか久米電力ガス事業部長お答え申し上げます。 避難計画の策定に向けましては、自治体任せにすることなく、地域が抱えるさまざまな課題に対応した計画が策定できるよう、関係省庁を連携して、しっかり支援してまいりたいというふうに考えてございます大阪君あの政府の姿勢はよくわかりました、稼働中、1回でも稼働したことのある原発で避難計画が一度でも了承されていれば、 それは避難計画がどんなに不備があっても、えー、原発を止めるということはしないと、それから新設原発であって、まだ避難計画が了承前であっても、自治体が避難計画を作るの無理だと、そういったところで、えー、廃炉にはせず、ずっと長い間、じゃあ、いい避難計画できますかね、できますかねということを政府が支援をすると、まあ、そういう姿勢というふうに理解をいたしました。 極めて社会的に無駄の多いですね。私はことだと思いますし自治体の皆さんにいらぬ不安を強いていることに私はなるのだと思います、まあ、しかし政府の姿勢がよくわかりましたのでこれからさまざまな原発の地域ある地域ではですね、今の政府の堅くなな基本姿勢を前提にしながらでさまざまな対処を考えていかなきゃいけないなということは今日確認をさせていただきましたで最後。 えっと、福島第一原発の廃炉につついいてお伺いしますす二、えっと、確認です賠償も含む21.5兆円、えー、廃炉まで、廃炉、燃料取り出しまでですね、デブリの取り出しまで、えー、21.5兆円、えー、これはこれ以上、えー、金額が増えるという見通しでよいかどうか、それからもう一点は、廃炉の、えー、最終的な形、これは決まっていないということでよいかどうか、お願いします。 資源エネルギー庁、久米電力ガス事業部長お答え申し上げます。21.5兆についてお尋ねありましたけれども、福島第一原子力発電所の廃炉に必要な費用につきまして、これは一定のガイデンスを持った金額として、8兆円という見通しをお示ししておりまして、これは現時点で変更してはございません。 えー、加えまして、えー、これを除く13.5兆円につきまして、えー、昨年末に取りまとめられた原子力損害賠償紛争審査会の中間指針、第5次追放に伴う追加賠償等によりまして、えー、政府から東京電力への資金援助額は現在13兆円となってございまして、交付国債の発行限度額である13.5兆円に近づきつつあります。資金援助額の見通しにつきましては、現在、精査中ではありますが、 来年度以降、枠を超過する可能性があると見込まれておりまして、現在、見直しに向けて関係省庁含めて精査を進めているところでございます大阪君。経済産業省湯本大臣官房原子力事故災害対処審議官。お答え申し上げます。あの,灰の最終的な姿とといいうことでございますが 最終的な廃止措置を終了した状況につきましては、事故を起こした炉内の状況、燃料レベルの正常など、現時点で明らかでない部分につきまして、調査分析や必要な研究開発を進め、明らかにした上で、適切な広法、廃棄物の処分の在り方等について検討を深めていく必要があると考えております。政府の中長期労ロードマップにおいては、2011年12月から30年から40年後の廃止措置終了を目標としております。はい 最終的な S 活につきましては、地域の将来像に関わることでもありますので、皆様の思いもしっかりと受け止めて、具体化していく必要があると考えており、引き続き取り組んでまいりますりありがとうございます。